私の名前はマキ。会社員をしている27歳です。旦那のケイスケとは結婚して2年目になります。結婚後は2人でマンションを借りて2人暮らしをしていました。私たちは2人とも仕事をしているので、家事は時間がある方がするといった感じで分担していました。家事も積極的にやってくれるので、特に不満もなく、毎日穏やかな日々を過ごしていました。そんなある日、お父さんが突然亡くなったという知らせが私たちに届きました。お父さんはとても明るくて、いつも元気な人でした。年もまだ60代なので、まさかお父さんがこんなに早く亡くなるとは思ってもみませんでした。あまりに突然のことだったので、最初お父さんが亡くなったことを圭介から聞かされた時は、驚いて言葉を失いました。そんな。俺もびっくりしたよ。まさか父さんの方が先に亡くなるなんて。明るくて元気なお父さんとは違い、お母さんには持病がありました。一人で生活できないほどではないようですが、いつもお父さんが身の回りのお世話をしてあげていました。そんなお父さんが亡くなってしまったので、私はお母さんのことがとても心配でした。お父さんが亡くなってしまったショックも大きいだろうし、何より、身の回りのお世話をしてくれる人がいなくなってしまいました。これからは俺たちが母さんの面倒を見ていかないといけないな。そうだね。私たちの住んでいるマンションから義実家までは少し距離がありました。今のままではお母さんにもし何かがあった時すぐに駆けつけられないので、私たちは義実家に引っ越すことにしました。お母さんとは年に数回しか会っていなかったので、正直同居が不安な気持ちもありました。それでも今はそんなことを言っている場合ではないと思ったので、同居を了承しました。ごめんな、実家に来てもらうことになって。大丈夫だよ。お母さんのことが心配だし、何かあった時一緒に住んでた方が安心だから。ありがとう。助かるよ。こうして義実家でお母さんとの同居生活が始まりました。義実家でお母さんと同居することになってから、私は仕事を辞めて専業主婦になることにしました。お母さんの身の回りのお世話もあるし、家が広くなって家族が1人増えた分、家事も増えるので、共働きでは少し大変でした。俺の収入だけでもなんとかやっていけると思うし、マキは無理して働かなくてもいいよ。圭介からの後押しもあり、専業主婦になることを決断しました。しかし、この決断が間違っていたと気づくのに時間はかかりませんでした。同居が始まってから数日の間、お母さんはずっと落ち込んでいて、部屋に閉じこもり、食欲もあまりないようでした。やっぱりお父さんが亡くなったことが相当ショックだったんだと思います。しかし数週間が経つとすっかり元気を取り戻し、ご飯も3食しっかり食べるようになりました。それどころか私の作った料理に対する文句まで言うようになったのです。マキさん、何このご飯は。私はお母さんの健康のことを第一に考え、野菜中心でバランスのとれた料理を作っていました。もしかして苦手なものはありました？そうじゃなくて、なんでこんな野菜ばっかなのかって聞いてるの。もしかして嫌がらせ？嫌がらせだなんて、それは健康のことを考えて。病院食じゃないんだから。こんなご飯やめてちょうだい。もっとお肉用意しなさいよ。私のことなんだと思ってるのよ。すいません。お母さんの持病はここ数年ずっと落ち着いているようで、正直身の回りもお世話なんてする必要がないほど元気でした。嫌味まで言ってくるお母さんを見ていると、わざわざ私たちが引っ越してくる必要もなかったように思いました。それでもお母さんは私のことを顎で使い、まるで私のことを家政婦か何かだと思っているかのようにこき使われました。テーブルの端にあるテレビのリモコンすら自分で取ろうとしません。私だって掃除や洗濯で忙しいのに、そんなことはお構いなしにわがままを言ってきました。マキさん、お茶。え？お茶持ってきてって言ってるの。さすがに我慢ができなくなって、それくらい自分でできませんか？私がそう言うと、私には持病があるのよ。いつまた悪化するかわからないんだから、無理させないでくれる？お母さんは、ことあるごとに持病が悪化するからと言ってきました。そう言われてしまうと、私も無理に断れませんでした。正直、お母さんの態度には嫌気がさしていましたが、私がやってあげないと嫌味まで言ってくるので、黙って言うことを聞いていました。圭介は圭介で、私が仕事を辞めてから様子がおかしくなっていきました。今月の生活費は？先週渡しただろ。あれだけ？ちょっと少ないと思うんだけど。少ない？そんなことないだろ。いや、少ないよ。先週渡された倍はないと。はあ？倍だって？お前わざと多めに言ってないだろうな。これじゃ俺が好きにできるお金全然ないじゃないか。それはしょうがないでしょ。生活費とは別に私も日用品とか服とかのお金も欲しいんだけど。贅沢言うなよ。専業主婦なんだからそれくらいやりくりしろよ。そんなこと言われても。今までは生活費も半分ずつ出し合っていたし、基本的に自分で稼いだお金はお互い好きに使えていました。しかし、養う人が増えた上に、私が仕事を辞めたので、圭介の負担も必然的に増えました。圭介は自分の稼いだお金が好きに使えなかったことが不満のようでした。なんで俺がそんなお金まで渡さなきゃいけないんだよ。こんなことになるなら仕事辞めるんじゃねえよ。圭介の口からそんなことを言われるとは思ってもみなかったので、驚きが隠せませんでした。今さら何言ってるの？お母さんの面倒を見るために専業主婦になったらって言ったの圭介だよね。はあ。圭介は大きなため息を吐きながら自分の財布を開き、お札を数枚抜き取るとそれを渡してきました。今月はこれ以上は無理だから。渡されたお札を数えてみると、生活費の方はなんとかなりそうでした。しかし、私が使える分のお金は全くありません。私の分は？お前はこれで十分だろう。圭介は笑いながら100円玉を差し出してきました。たった100円でどうしろっていうの？いらないのか？一応、受け取っておくことにしました。がめついやつだな。圭介は人を見下したような笑い方をしていました。たった100円ではどうすることもできないので、仕方なく自分の貯金から切り崩し、節約しながらなんとかやりくりするようにしました。圭介は家事も全く手伝わなくなり、態度もどんどん冷たくなっていきました。最近では、飲み歩いているのか、夜中に帰ってくるようになりました。今までも会社の同僚と飲みに行くことは時々あったのですが、最近ではほぼ毎日帰りが遅かったです。さすがにこのままではお金の心配もあるので、私が控えてほしいとお願いすると、俺が稼いだ金をどう使おうが勝手だろ。お前に文句を言われる筋合いはない。と怒鳴られました。好きに使うのはいいけど、たまには節約もしてもらわないと困るよ。前みたいに共働きじゃないんだから。最近お金のことばかり言ってくるけど、お前は俺の金目当てなのか？それなら離婚するからな。と脅されました。以前は怒鳴られたり、嫌味を言われることなんて全くなかったのに、お金のこととなると、ここまで人が変わってしまうのかと、私はショックを受けました。義実家に引っ越してきてからというもの、いいことがありませんでした。お母さんは相変わらずわがままばかり言うし、圭介も態度が激変して、嫌味や嫌がらせまでしてくるようになりました。精神的苦痛に加えて、朝から晩まで家事に追われ、肉体的にもストレスが溜まっていました。そんなある日、お昼ご飯の買い物にスーパーへ出かけたら、圭介を見かけました。圭介の会社は近くにあったので、この辺で見かけても不思議はないのですが、なんと隣には若くて美人な女性がいました。しかも手をつないでいる。二人はそのままレストランに入っていきました。もしかして浮気？私は全身の血の気が引いていくのがわかりました。しばらくその場から動くことができませんでした。その時はまだ圭介を信じたい気持ちもあったので、もう少し近づいて様子を伺ってみることに。二人はちょうど窓際の席に座っていたので、様子を伺うことができました。さすがに声までは聞こえませんでしたが、何やら楽しそうな雰囲気です。二人の姿を見て、浮気を疑う気持ちが強くなっていきました。そして食事が済むと、お会計は圭介が払っていました。お店を出ると、人目も気にしないで、また手をつないで歩いていました。その姿を見て、私は完全に浮気をしていると確信しました。それからもしばらく二人をつけていくと、二人とも同じビルに入っていきました。どうやら浮気相手は同じ職場の人のようでした。まさか、圭介が社内で浮気しているなんて信じられませんでした。驚きと同時に怒りも湧いてきました。その日、圭介の帰りを待って問い詰めることにしました。その日も圭介は夜の12時近くなってやっと帰ってきました。ちょっといい？なんだよ。私が話しかけると、圭介はとても面倒くさそうに返事をしました。圭介からはお酒の匂いと女性物の香水の匂いがしていました。今日のお昼、女の人といたよね。いたけど、それがどうした？手つないで歩いてたのを見たんだけど、あれどういうこと？浮気してるの？してたらなんだって言うんだよ。圭介は隠すどころか、完全に開き直っているようでした。その態度に、私は呆れて言葉も出ませんでした。もういいか？眠いんだけど。そう言って自分の部屋に戻っていってしまいました。すると、お母さんがニヤニヤしながら私に近づいてきました。今の圭介とのやりとりを見ていたようです。振られるのも時間の問題ね。そう言って、お母さんは自分の部屋に戻っていきました。お母さんにはこき使われて嫌味を言われるし、嫌がらせもされる。そして、圭介は嫌味や嫌がらせをしてくるし、挙句の果てには浮気までしている。この状況に私は耐えられませんでした。もう何のために一緒に暮らしているのかわからなくなりました。そんなことをリビングで考えていたら、思わず涙が溢れてしまいました。しばらく泣いたら気持ちが少しすっきりして、私は離婚を決意することができました。こうなったら、慰謝料をもらえるだけもらって別れてやる。そう心に決めました。まず私は知り合いの弁護士さんに相談することにしました。弁護士さんのアドバイスによると、浮気の証拠が必要とのことだったので、それから毎日こっそりと証拠集めをすることにしました。圭介がお風呂に入っている間に携帯を開いて、浮気相手とのメッセージを確認し、証拠の写真も撮りました。分かってはいたものの、実際に証拠を目の当たりにすると、より一層怒りが増してきました。休みの日には、圭介を尾行して、浮気相手と会っているところを写真に収めることもできたし、圭介の口からはっきりと浮気を認めたところも録音することができました。圭介は全く浮気を隠す気がないようなので助かりました。そして1ヶ月後、証拠は十分に集まったので離婚届を突きつけました。別れましょう。離婚届書いてくれるよね。離婚届を突きつけた時の圭介は危機としていました。笑みが溢れないように我慢しているみたいでしたが、バレバレでした。ああ、書いてやるよ。圭介も私と別れたくてしょうがなかったんだと思います。私から言うのをずっと待っていた様子でした。慰謝料は請求させてもらうからね。私がそう言うと、圭介は笑いながら、ああ、そのくらい別にいいよ。と言って、慰謝料のことについては気にも留めていないようでした。浮気相手と結婚できれば、それ以外はどうでもいいと思っていたんでしょう。請求額も聞かないで。私たちが離婚することをお母さんに報告すると、やっと離婚してくれるのね。これでせいせいするわ。そう言って喜んでいました。せいせいするのはこっちも同じです。こんな二人とは早めに見切りをつけて正解でした。私が義実家を出て行って数日後、お母さんから連絡が来ました。マキさん、離婚のことなんだけど考え直してくれない？お母さんは涙ぐんだ声で必死に訴えてきました。離婚すると言った時はあんなに嬉しそうだったのに、今更どうして？と思いました。お母さんの話によると、圭介は私が出て行ってすぐに浮気相手と同居するからと言って、義実家を出て行ったそうです。自分も一緒に同居させてほしいとお母さんは頼んだらしいのですが、それは無理。せっかくの二人暮らしを邪魔しないでくれる？そう言って、あっさり断られたんだとか。しかも、稼いだお金は全部自分たちのために使いたいから、仕送りはしないと宣言されたそうです。いくらお母さんが年金をもらっていて、さらにお父さんの保険金もあるからといっても、一年もすれば底をついてしまいます。前は、お母さんのことを俺たちが面倒見なきゃなんて言っていたのに、今は一切そのつもりがないようです。どうやら圭介は自分の母親のことですら考えられなくなるほど浮気相手にぞっこんのようでした。面倒を見てくれる人がいなくなった途端に、お母さんの持病は運悪く悪化したようでした。だからお願い。離婚のことを考え直してくれないかしら。相変わらず都合のいい持病ですね。違うの。今回は本当に悪化したのよ。病院に行くのも大変なの。そんなの知りませんよ。もう離婚届は役所に提出済みですし、今さら遅いです。誰かに面倒見てもらわないと辛くて。お願い、マキさん帰ってきてちょうだい。ケイスケには私からも復縁するように話してみるから。だから、復縁なんてするつもりないですし、赤の他人のお世話をするつもりもありませんので。それじゃあ失礼します。ちょっと待って。私はそこで電話を切りました。その後も何度かお母さんから連絡が来ましたが、全部無視しました。今まであんなひどいことされていたのに、今さら優しくする理由は一つもありません。もう赤の他人なので、私には関係ないことです。一方、圭介はというと、送られてきた請求書を見て驚愕したみたいです。慌てて電話をかけてきました。こんなの聞いてないぞ。払えるわけないだろう。電話に出ると、挨拶もなしにいきなり怒鳴りつけてきました。慰謝料くらい別にいいよって言ってたよね。ちゃんと払ってもらうから。さすがにこんな額だなんて思ってなかったんだよ。もう少し減らしてくれないかな。はあ？何言ってんの？そんなことするわけないでしょ。その金額見ればどれだけ私が傷ついたかわかるんじゃない？それはよくわかったからさ、頼むよ。ちゃんと謝るから。謝罪なんかいらない。慰謝料をきっちり払ってくれればそれでいいから。そんな。その後、圭介は会社に社内で浮気してることがバレて、減給処分になったそうです。それもそのはず。私は離婚するときに、圭介の上司にすべて報告していました。社内の浮気だった場合、会社に報告すれば、何かしらの処分が本人たちに下ると弁護士さんに教えてもらっていました。圭介は減給処分になり、浮気相手の女性は転勤処分になったそうです。多額の慰謝料に合わせて減給処分のせいで、圭介の貯金は底をついたようでした。圭介にお金がないと分かると、浮気相手はあっさり圭介を振ったんだとか。私のことをお金目当てだなんて罵っていたくせに、浮気相手の方こそお金目当てだったようです。圭介はすっかり落ち込んでしまったみたいで、今は仕事も休みがちなんだそうです。そのせいでさらに減給されているみたいでした。私はというと、また仕事に復帰しバリバリ働いています。もし今後いい人が見つかれば、また結婚してもいいかなと思うけど、今のところ当分結婚しなくていいかなと思っています。その分、今は仕事を一生懸命やろうと考えています。今は実家で両親と毎日平和に過ごしているだけですごく幸せだなと思います。